一人で行かせるもんか。ユージ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さない。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さない。膝をつけ、首を差し出せ。標準せよ。
よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか。それに肌触りがなんだか。もしかして。コマンド。ログアウト。ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえ、ウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何より、ここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものと大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。
この音は。今のは、なんだ、この感じ。どうしてだろう。懐かしさに胸の奥がうずく。俺にはあんな子供時代はなかったはずなのに。これは記憶？あの音を追っていけば何かわかるだろうか。音が聞こえなくなった。君は誰？どこから来たの？キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージを。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。森の南から来たってことは、ザッカリアから来たのかい？いや、そうじゃないんだ。それが、俺も自分がどこから来たかわからないんだ。気づいたら森の中に倒れてて。え？どこから来たかわからないって、今まで住んでいた町とかも？ああ、覚えていない。わかるのは名前だけで。驚いたな。ベクタの迷子か。話には聞いていたけど、本当に見るのは初めてだよ。ベクタの迷子？ある日突然いなくなったり、森や野原に突然現れたり、そういう人をベクタの迷子って呼ぶんだよ。闇の神ベクタがいたずらで人間をさらって、記憶を抜いて遠くの土地に放り出すんだ。へえ、じゃあ俺もそうなのかもしれないな。それでどうにも困っているんで、一度ここを出たいんだ。この森は深いからね。道を知らなきゃ迷って当然だよ。
いや、その。ログアウトしたいんだ。ログ…なんだって？今、なんて言ったんだい？ごめん。土地の言い回しが出ちゃったみたいだ。テストプレイヤーか NPC じゃないのか。さっきの反応からすると、おそらく彼は仮想世界という概念も持っていない。言葉を選ばないとな。どこかの村か町で泊まれる場所を見つけたいっていう意味なんだ。僕の村はこのすぐ北だけど、旅人なんて全く来ないから宿屋がないんだよ。でも事情を話せば、教会のシスターアザリアが助けてくれるかもしれないな。そうか。よかった。それじゃ、俺は村に行ってみるよ。ここから北へ向かえばいいのか？ちょっと待って。村には衛士がいるから、僕が一緒に行って事情を話さないと苦労すると思うよ。それは助かるな。ありがとう。でもすぐには無理かな。まだ仕事があるから。仕事？これからお昼休みなんだけど、仕事が終わるまで待ってくれれば、一緒に教会まで行ってシスターアザリアに君を止めてくれるよう頼めるよ。わかった。それじゃあ待っているよ。すまないけど、よろしく頼む。いいんだよ。じゃあキリト君も食べてよ。パン？いいよ、そんな。キリト君だってお腹空いてるんじゃないの？何も食べていないんでしょ？いや、でも。いいんだ。あげておいてこういうのもなんだけど、僕あんまり好きじゃないんだ、これ。じゃあありがたくいただくよ。本当は腹減って倒れそうなんだ。そうだと思ったよ。それとキリトでいいよ。そう？じゃあ僕もユージオって呼んで。ちょっと待った。いや、長持ちするしか取り柄のないパンなんだけど、まあ一応ね。キリト、まさかステイシアの窓を見るのまで初めてだなんて言わないよね。ああ、さすがにそれはないよ。ステイシアの窓、間違いない。この世界でのいわゆるステータスウィンドだ。やはりここは仮想世界で、ユージは NPC なのか。まだ店名はたっぷりあるから、急いで食べなくてもいいよ。店名という数値は、おそらくアイテムの耐久値のことだろう。じゃあいただきます。
ずっと昔はね、昼休みにお弁当を持ってきてくれる人がいたんだけどね。今はもう。その人はどうしたんだ？幼馴染だったんだ。同い年の女の子で、小さい頃は朝から夕方までいつも一緒に遊んでた。天職を与えられてからも毎日お弁当を持ってきてくれて。でも6年前、僕が11の夏に村に聖号騎士がやってきて、王都に連れて行かれちゃったんだ。聖号騎士、王都、ある種の秩序維持者と、この世界の都のことだろうか。僕のせいなんだ。安息日に二人で北の洞窟を探検しに出かけて、帰り道を間違えて果ての山脈を向こう側に抜けちゃったんだ。知ってるだろ、禁忌目録には、闇の国には決して足を踏み入れることならずって書いてある。僕は洞窟から出なかったんだけど、彼女はつまずいて外の地面に手のひらをついてしまったんだ。でもたったそれだけのことで、聖号騎士が村にやってきて、みんなの前で彼女を鎖で縛り上げた。助けようとしたんだ、騎士に斧で打ちかかろうと。でも手も足も動かなかった。僕は黙って見ていただけで。その子がどうなったのか知っているのか？聖号騎士は神門の後処刑するって言ってた。でもね、キリト、僕は彼女が生きているって信じているよ。アリスは王都のどこかで必ず生きている。アリス、なんでだ。またありえないはずの懐かしさを感じる。でも俺はアリスと個人的な関わりを持ってはいない。それに何よりも驚くべきはユージオの言動そのものだ。彼は単純な NPC ではない。豊かな表情や自然そのものの受け答えは本物の人間としか思えない。探しに行ってみたらどうなんだ？あ、その王都に。あのね、キリト、このルーリットの村はノーランガルス北帝国のさらに北の端にあるんだよ。ここから南の端にある王都までは早馬を使っても1週間もかかるんだ。それに天職を放り出すのは禁忌目録違反だし、つまり僕が王都へ行くのは無理なんだ。禁忌目録ってのはこの世界の法律や規則みたいなものなのか。だが幼馴染のアリスの生死以上に天職を守るなんて。そういえばユージオの仕事、天職っていうのは何なの？僕のはこれさ。これでこの木を切り倒すんだ。この木の名前は神聖語でギガスシダーって言うんだ。でも村の人たちは悪魔の木って呼んでる。そう呼ばれる理由は、この木が周りの土地からテラリアの恵みをみんな吸い取っちゃうからなんだ。村の人々は森を開いて麦畑を広げたいと思っているんだけど、この木がある限りいい麦は実らないからね。
そこで友情がギガスシダを切り倒す仕事についているってことか。うん、刻み手って言うんだ。僕で7代目なんだけどね。7代目だって。そうだよ、悪魔の木と呼ばれているだけあってギガスシダーは恐ろしく硬いんだよ。普通の鉄の斧じゃ一発で刃こぼれしちゃうから、この龍骨の斧を使っているのさ。とはいえここまで刻むまで300年、僕の代でも終わらないだろうね。そうだ、いいものを見せてあげるよ。23万2000。これがギガスシダーの店名なのか。ああ、木を刻むたびに店名は減っていく。でも夜の間にこいつは1日がかりで刻んだ深さの半分を埋め戻しちゃうからね。つまり自分で天命を回復するってことか。うん、だから僕が毎日斧を振るっても1年で減らせる天命は600程度なんだ。うえ、だからユーシオの代じゃ終わらないのか。仕方ないよ、相手はただの木じゃない、巨人の多すぎなんだから。ギガスシダ、巨人の杉。つまり日本語以外、英語やその他の言語を神聖語という括りに入れているのか。それじゃ僕は仕事に戻るよ。あのさ、ユージオ、俺にも手伝わせてくれないか。え？ほら、パンも半分をもらっちゃったしさ、仕事も半分手伝うのが筋だろ。うん、まあ天職を誰かに手伝ってもらっちゃいけないなんて掟はないけど。それじゃあお願いしようかな。でも案外難しいんだよこれ。やってみなきゃわからないだろ。これで終わりだよ。午前と合わせて1日2000回ギガスシダーを叩く、それが僕の天職なんだ。キリトも筋がいいよ。最後の方は随分いい場所に斧を当てられていたしね。いや、でも友情が一人でやればもっと早く終わっただろうな。足を引っ張って悪かったな。気にしないで、この木は僕が一生かかっても倒せないって言ったろ。さ、村へ行こうか、キリト。それじゃ。ああ。
ねえ。それじゃ。そういえば、なんで村に衛士がいるんだ？一体何から村を守っているんだ？主に獣とかだよ。たまに村の近くまで来ることがあるからね。あとは当然、闇の軍勢から村を守るためだよ。闇の軍勢？ほら、見えるだろう？あそこ。あれが果ての山脈。あの向こうにソルスの光も届かない闇の国があるんだ。闇の国にはゴブリンやオークみたいな呪われた亜人やいろいろな恐ろしい怪物が住んでいるんだ。もちろん山脈を守る聖豪騎士が侵入を防いでいるけど、ごくまれに地下の洞窟を抜けて忍び込んでくるやつがいるらしい。というか、キリトはそんな当たり前のことまで忘れちゃったのかい？ああ、なんとなく聞いたこともあるような気がするんだけどな。そっか、早く記憶を取り戻せるといいね。それじゃ。どうも。さあキリト、教会に着いたよ。中でシスターアザリアに事情を話そう。ユージオ、セルカ。セルカ、彼女は教会に住み込みで神聖術の勉強をしているシスター見習いだよ。その人は？彼の名前はキリト。ベクタの迷子らしくて、しばらく教会に泊めてやってほしいんだ。ベクタの迷子？わかった、シスターアザリアに話してみる。セルカはアリスの妹なんだ。アリスも教会で神聖術の勉強をしていたんだ。
彼女は優秀で村始まって以来の天才って言われていた。あ、そうだったのか。ようやく一日が終わった。シスターアザリアや村人たちは初めこそ俺に疑いの視線を向けていたが、ベクタの迷子であることを伝えると拍子抜けするほどあっさりと俺を受け入れてくれた。そして友情やセルカ、村人と交流する中で気づいたことが一つある。この村には NPC など一人もいない。全員がユージオと同じくリアルな感情、自然な会話、精妙な身体動作を実現している。だがそんなことはありえない。ここは仮想世界なんだ。彼らは人間でもなく NPC でもない。では何なのか。王都、この世界の中心にあるというその都なら何らかの答えが得られるかもしれない。王都を目指し、現実世界と連絡を取る手段を探す。そしてこの世界の存在理由を見極めるんだ。ユージオはまだ来ないか。そういえばこの世界でまだ時計を見ていないな。一体どうやって時間を把握しているんだろう。ああ、なるほど。おはよう、キリト。なるほどって何が？おはよう、ユージオ。いや、その1時間ごとになる鐘の音が毎回違う旋律なのに今頃気づいたんだ。そうだよ、ソルスの光のもとにっていう賛美歌を12節に分けて鳴らしているんだ。なるほどな。つまりこの世界には時計は存在しないってわけか。それなら子供の頃に絵本で読んだよ。ずっと昔、王都の真ん中にはそういう時刻みの神器があったんだって。でも人々がそればっかり見て仕事をおろそかにしたから、神様が怒って雷を落として壊しちゃったんだ。以来、いつ鳴るかわからない鐘だけが人々に時間を教えるようになったんだよ。ところで、あの鐘はどうやって鳴らしているんだ？本当にキリトは何もかも忘れちゃったんだな。誰も鳴らしていないよ。あれはこの村にたった一つある神器だからね。ああ、でも今は神器はあれ一つってわけじゃないか。そうだ、キリト、今から神器を見てみるかい？天職はいいのか？俺は今日ユージを手伝うつもりだったんだけど。え？今日は安息日だよ、キリト。だから天職は休み。そうなのか。あ、ならわざわざ合流させて悪かったな。ユージオも何か予定があるんじゃないのか？いや、特にないから気にしないで。アリスがいなくなって安息日も特にすることはないしね。悪い。いいんだ。それでね、キリト、今日は村中を案内しようと思って。
そりゃ助かる。あのね、あのね、今の声は？行ってみよう。どうしたんだ？兵士が獣にやられたんだ。獣？ああ、村の周囲を見回っていたんだが、突然獣に襲われてな。最近は獣の被害なんてなかったから、完全に油断していた。とりあえず、あんたは治療してもらってくれ。村の警護は村長と相談して代わりを立ててもらうから。ああ、悪い。傷もそこまで深くないし、彼は大丈夫だろう。それで、この後はどうするんです？さっきも言ったように、
英氏の代わりとなる者を臨時で立てる。あとは近くに凶暴な獣がいるのなら被害が出る前に退治しなければならないだろう。討伐隊を結成するんですね。ああ、だがまずは数やどんな獣なのかの確認だ。お前たちも参加してくれるか。もちろん参加します。ユージもだろ。僕は。それでは向こうにみんなを集めるように言ってやる。細かい説明はそちらでしよう。さてと、ユージは大丈夫か？ごめん。戦うために剣を握るなんて初めてのことで。キリト、君は大丈夫なのかい？わからない。けど村を守るためにはやるしかない。そうだね。それに頼まれた仕事はあくまでも偵察だろ。剣を使うかどうかはまだわからないさ。そうだね。戦いになるってわけじゃないもんね。よし、僕も頑張ってみるよ。